はははいここんんんにちはこんばんは裏表です、えー、本日はですねこちら、えー、ブリザードアクセル紹介していこうと思います、まあ、だいぶちょっと古い作品なんですけどちょっとひょんなことに自分がちょっと見てうわやっぱ面白いわと思ったので、まあ、今回取り上げてみました、えー、作,者の作者の方はこちら、えー、鈴木中場さんといいい言われる方ですねちょっと名前初め読めなかったんですけどあのウィキで調べたら中場さんというそうです で「少年サンデーコミックス」で2005年の15号から2007年の27号までで、ね、連載をしてた作品ですねざっくり内容を言いますと出来損ないの息子としてその親とか世間からもう疎んじられてもう毎日毎日喧嘩に飽きくれていた主人公が、まあ、ふとそのスケートに出会ってそのフィギュアスケートの選手として成長していく物語ですね中学生かなそう中学生で えー、スケートに出会ってそ,そこから、まあ、プロを目指すって話ですねいや,ーいや久しぶりにあの何紹介しようかなと思って探して「アブリーダダクセルあるじゃん」と思って1巻読んだら面白すぎてですねもうそのまま一気に、えー、前巻ですねこれよいしょこちらですね全11巻一気に読んじゃいましたいやー面白かった 何が良かったかっていうと、そうだね、何がいいのかな、まあ。まだまあ主人公いいですよね。あの、もう裏表のない、本当に主人公の、まあ、純粋さとか、ひたむきさとか、あとはまあやっぱり意地というか、まあ、誇りというか、そういうのもすごい、まあ元気をもらえますね。まあ、あの、この作者の作品を他にも、 い,い,っぱい,いくつかあってそれを知ってる方だったらもう分かってるかもしれないんですけど例えばライ,ライジングインパクトとかウルト,ウルトラレッドとか今だとそのえっと7人の滞在あれ名前ちょっと自信ないですすいませんそれまあ有名だから知ってると思いますの作者なんですけどやっぱりだいぶねだいぶ無茶を言うし無茶をやるんですよねこれはだから現実世界でこんなんできねえだろうって思いますけどまあそれに何て言うか 胸を動かされるちゃんとした表現力があるっていうのはすごくなんかこの人の漫画力になんか感動するものがありますねあとはやっぱもう純粋にフィギュアスケートの世界をまあ細かく描いてるものなのでそのまあ才能と努力とかまあ審査員とかコーチとか家族とかあとはまあ中学校中学生からやっぱどんどんどん成長していくまあ高校生までのまあ成長とかあとはチームメイト まあそういうのもやっぱりいくらでもあってやっぱ一つのフィギュアスケートって呼ばれるものの世界をこうやってもう本当にひっくるめてきれいに漫画に落とし込んでるっていうような感じがありましたね自分自身はそんなにフィギュアスケートに詳しいも詳しいわけではないんですよねその母親がすごい好きで実家に帰った時に結構見てて自分もそれを見てなんかすごいなーって思う程度の選手の名前もちょっとだけ覚えるかなぐらいの ってまあルールっていうのはどんどん変わってるんでまあそのルールに関してはこれを見ても今参考になるものはないかもしれませんけどまあフィギュアスケートの世界っていうのはどういうものなのかどういう目線で見ると面白いんだっていうのは結構感じられる作品になってるかなって個人的には思ってますいやー本当に一気に読んじゃったこの11巻っていう関数もいいですよね あ,あまあ別に長,長いのがダメってわけじゃなくて短いのがいいってわけでもないんですけどその読み終わった後の何て言うんですかね、読後感結構自分でその例えばアニメとか見ると二十何,何話のアニメとか見ると終わった後にもう虚無感感じるんですよね。はあって。まあ、ゲームも同じかな。でも漫画って結構虚無感ってあんま感じないんで満足感が多いんですよね。なんでだろうな。ちょっと自分の性に合ってんのかもしれないですね。ブリザー・アクセルも、まあ、この先が見たいとも思いますし まあ見なくてもこの人たちはきっとこういう風に頑張って生きていくんだろうなっていうのは想像できるような感じもします。そのぐらい自分的にはすごい気持ちのいい終わり方をしてるなって感じてますね。関数もとても読みやすいので、まあおすすめですね。はいいやー、面白かった。はい、じゃあすみません。また次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。